はい、それではですね、とうとう待ちに待った最後のルート、トワさんルート、回転の地の果てにやっていこうかと思います。ちょっと収録前にうたた寝してね、万全の体勢です。今やっぱり論外かだよね。これが論雷幕府かよ。ここはとある女性がね、てんてんてんなシーンだったと思うね。素敵、カルバード百景に選ばれてるのも当然よね。はいはい、皆さん、お伝えしたように20分の滞在ですから。7時前には論雷に戻りたいので、くれぐれも協力をお願いしますね。観光スポットでもあるのか。ねえねえガイド君、例の打ち上げってこっちの方なの？ゼク宇宙基地だっけ？論雷からすぐ近くなんでしょ？いや、近いって言ってもここからだと相当距離は離れてるよ。この千里君って確か黒の奇跡のサブクエストで一回出てきたよね。特にこっちは麓の外れの方だし、南東の山道の方が近づけるだろうけど。おっと、そんじゃあ明日はそっちの方に案内してくれないか。ねね、ロケットそばで見たい。めっちゃ育ちが良さそうな娘さんだな。あ、いや、そちらの山道は現在当局により通行禁止になっていまして、普段から魔獣も結構出ているので、残念ながら諦めてもらうしかありませんね。ちなみにこれは経験談なんだけど、あのロケットの打ち上げの時ってやっぱり半径何十キロ以内はね、立ち入り禁止になります。あの飛散物とかがね、落下してくる可能性があるので。がっかり。まあ国家プロジェクトなら安全のため仕方ないんだろうが。でも皆さん、どうかご安心を。打ち上がったロケット自体は論雷の街からちゃんと見えますよ。何せオイラ2回ともバッチリ目撃しちゃってますからね。まあそうなの？街のどこからが一番見えるんだ？それはこの後戻ったらマル秘ガイドを用意してますから。商売上手。証拠んたくましいな。まあ町から見る分には僕らも面倒がなくて助かるんだが。1日近く遠回りすることになったが、そんじゃね、リン君たち。ああ、ここでミントたちと離脱したからそういうことね。そっちはお前らに任せた。あたしらの代わりに見届けてこいや。女神の加護を。いざとなれば定常で連絡を取り合いましょう。アルーシャの導きを。フィー君たちも気をつけたまえ。隠密ステルスモードになってるから透明なんだね。透けると思うんだね。クロウ君、リーン君もいずれ熱い映画談義をしようじゃないか。その時はどうかお手柔らかに。俺はまんざらじゃないが、あんたらも気を抜くなよ。これってさ、なるほどね。前になんかスクショが上がってたんだけど、公式サイトかな。クローの機体にはトワさんが、で、
リンの機体にはアルフィナが登場してるってことなのかな。そうだね。とんでもない場所に向かおうとしてるみたいだし、くれぐれもお気をつけて。定常でサポートもしますので。あれでもフィーはどうなんだ。ミントちゃん、トールズ方面への連絡よろしくお願いするね。うおー、よろしくされたよ。今日も一段ときらめいてるです。うん、任された。どうやら彼らも明日が正念場になるみたいだな。ああ、守護騎士たちにエルザイム一枚岩ってわけでもなさそうだが、ピクニック隊ルート参照、ヘイユエなんかも含めて大統領府を出し抜こうとしてるのは同じっぽいな。そのあたりはアークライダさんたち、そしてケビンさんたちとも同じか。お二人とも、やっぱりこの顔は、やっぱりこっちもシリアスな話をしたいのは山々なんだけど。救急爪ですか。そのこの体勢だとさすがに集中できないっていうか。おほう、すまない、手で運ぶわけにもいかなかったからな。いや、後ろ空いとるやん、右後ろ空いとるやん。近い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 。そしてトアさんとクロウの方はさらにやばいことに。まさかの。まあ緊急時だとは理解してる。あ、そういえばクラウソラスに乗って降りればよかっただけでは。そんじゃとっととコックピットから降りるとすっか。このなんか気まずそうな顔、スクリーンショットせざるを得ない。雷落ちました。かわいいな。ちょっとは照れてよクロウ君。もう照れまくりです。おっと失礼しました。うむ、このシーンだったのか。照れまくりで私だったらね。明日いっぱいくらい見つからなければ御の字でしょうね。まあ、ここに隠しとくわけね。多分大丈夫じゃないかな。 CID に共和国軍も手一杯みたいだし。まあ宇宙軍基地の方に飛んだら速攻で発見、捕捉されそうですが。うん、大丈夫みたいだね。少なくとも監視の気配はなさそう。てかめちゃくちゃロンライって水が綺麗なとこだね。昨日から緊張しっぱなしだったし、そろそろロンライって町に行かねえか。確か温泉があるんじゃなかったか。かなり賑わってそうだが、なんとか予約も取れたんだろう。ああ、ありがたいことにね。ずいぶん無理してくれたみたいだが。昨年の初め家族旅行で泊まった宿だそうですけど。ほう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 、始まりの奇跡参照。確かリン君のご実家が経営する王浴館とご縁があるんだっけ。ええ、温泉郷ロンライきっての名宿、壁山楼ですね。泊まってみてえなあ。というかターキー氏、来年内には絶対にというか、もう今年中に行きたいんだけど、今年中は無理なんだけどさ、温泉旅館泊まりに行きたいっていうか行くでごわす。ここがやっぱり回転の地なんだろうか。あの夜、
エルザイム公国のハルワタート号でバーゼル市から離脱した翌日、俺たちは CID と共和国軍の監視網を避けつつ、改めて各方面と連絡を取っていった。帝国への遠距離通信は封じられていたものの、エルザイムやヘイユエ、タイレル通信の女性記者ともお互い知り得た情報を大まかに交換したのである。便利なのがなったもんだ。彼女たちがゼクトアームズなる結社の傘下に送り込んだスパイから判明したのは衝撃的な事実だった。動力革命の父エプスタイン博士の参考艇の一人で人格者としても知られるラトーヤ・ハミルトン。その彼女が得体の知れない技術で作られたアルターコアという白い装置を使って、バーゼルの天文台やサルバットの遺跡塔などで共和国のみならず世界全体を欺くような得体の知れないシステムを構築していたのである。それぞれのシステムが果たした役割の詳細まではつかめなかったが、双方で入手された情報やデータからおそらく宇宙、そして時間に関係する何らかの干渉や偽装ではないかと推測された。そして折しも明日7月12日に行われる史上初の有人ロケット打ち上げ、その直前で博士が極秘手配されたことから、宇宙計画とも何らかの形で対立している可能性が想像されるのであった。そして他勢力の動き、結社はどうやら使徒や執行者がそれぞれのやり方で大陸各地の動きに対応、英語回帰という結社の長の計画の第3段階を進めているようだったが、境界方面についても定常で協力しているケビン神父の目的が明らかになってきた。下法狩り、その非常な判断の是非は俺たちに問えるものではなかったが、境界内でも異論はあるらしく、守護騎士2名がエルザイムと協力する形で最終段階に向けて動くようになった。なお現在、首都や北部の中継都市においてレムナントなる謎の者たちが暗躍している情報も入手した。マークされた身で対応する余力はなく、心苦しくはあったが、アークライド解決事務所と協力者たちに委ねるより他はなかった。他にはなかったか。そして俺たちは守護騎士やエルザイムと役割分担する形でそれぞれの行く先を定めた。彼らは断ぜられつつあるハミルトン博士の真意を確かめるべく、とある悲劇の地へ。そして俺たちは別の名前でも呼ばれているらしいスターテイカー計画、俺とクローが見たありえない光景に関係していると思われる宇宙計画を間近で見届けるためロンライへ。その南にそびえるイシュガル山脈、奥地にあるコンロンとも呼ばれる巨大盆地、宇宙軍基地が築かれ、イカルガが2年近く封じていたその地こそが、俺の師ユン・カーファイが伝えた回転の地であることを確信しながら。やっぱそうだよね、そう思うよ私は。これはサービスショットあるか。あるわ。
おー、サムエ姿もいいね。めっちゃいいね。サムエとはさ。さ、スターケーテイカー計画当日。先生からの伝言だ。約束の日、開店の地で待つ。型を確かめ合ってるのかな。情報通り、正午まで300上空を紹介するとのことです。第二飛行艦隊だったが、他の艦隊や師団も動いているそうだが。なんか国内外向けには模擬演習って名目みたいだけど。模擬というには本格的で、疑問に思ってる人たちも多いみたい。疑問程度にとどめるあたり、 CID の優秀さを改めて感じますね。めっちゃ眠そうだな、クロウ。噂の室長さん、いや、おそらくキンケイド補佐官の手腕でしょうが。ま、間違いねえだろうな。俺らを半ば放置してるのも含めて。久しぶりに見たけど、やっぱいいね、リーンの朝稽古。うんうん、最初は凛とした感じだったけど、途中から柔らかく透き通るような感じで。私も何度か見させてもらってますが、ちょっとだけ雰囲気が違ってたような。ああ、姉弟子との戦いの薫陶かな。へえ、あの姉弟子でも思い出したか。いや、別の気配でも捉えやがったか。鋭いね、ユンカーファイか。あーからのミオルストアさんいいな、これ。なんかめっちゃ大人。ああ、昨夜には感じられなかった気配だ。多分俺の稽古にわざわざ付き合ってくださったんだろう。別の地で素振りをしてるのかな。からの朝風呂。朝風呂、わお、朝風呂。寝とるやないかい。まあ美味しそうだな。いや、このかゆってのはうまいな。朝から体に染み渡るっつうか。クロウ君、夕べ結構飲んでたもんね。うん、この揚げパンを浸して食べるとジュワッとして、また格別だね。いいね。スクショ取り、取りすぎだろ。この黒いのはピータンと言いましたか。
最初何かと思いましたが、コクと苦味がちょっと癖になりますね。このダンビンってのもいけるね。あ、やっぱ餅なのか。クレープっぽい卵焼きみたいだけど、サクサクしてて中はもっちりしてる。昨夜の東方解析とも違う、論来の朝の定番みたいだな。めっちゃ渋い朝ごはん。このカユの地味あふれた奥深い味わい、修行中に老子が作ってくれたのを思い出すよ。確か10歳から毎年ユミルに来て稽古をつけてくれたみたいだけど。んでトールズ入学前に会って以来6年近く会えてねえんだったな。ああ、帝国の内戦に共和国との戦争、手紙や言づてだけで何度もニアミスして会えなかったけど、多分老子は俺のことをずっと見守ってくれていたんだと思う。鬼の力、あまたの祝宴、そしてもう一人の自分との決着。こうやってリンの口から経験したことを聞くと、めっちゃ爆発踏んでるよね。間違いなく俺の状況を全て察しながら己で乗り越えると信じてくれたんだろう。本当に感謝しかないよ、リンさん。今のリン君の原点を形作ってくださった恩人なんだよね。ええ、そして今日長きにわたる修行の成果を確かめるつもりだと思います。戦うのかな。時は至った。八王が一振りとして回転の地へ至るべし。国神との立ち合いの果て、己が誠の獲物を見出すがよい。多分宇宙計画の背景も見据えた計り知れない思惑で動きながら、大陸東部最強の両兵団サムライ州イカルガ、その先代統領という話でしたね。後進に譲ってからは大陸西部で剣聖クラスの弟子を育てたみたいだけど、あのヤバい姉弟子を見る限り気のいいおじいさんってだけじゃないね。そこが知れないね。うん、昨日はアンカービルでアークライドさんたちを助けたそうだけど、助け立ちだけが目的じゃなくて何か重要な手がかりが狙いだったって。でイカルガは宇宙軍基地へ至るイシュガルの参道を絶賛封鎖中と。気候兵を持ち出したら軍が動きそうだし、さてどうしたもんかって話だが。ああ、打ち上げは13時、それまでに何としても参道を抜けてロケット発射を間近で見届ける必要がある。俺たちも結果的に仕上げに協力したあのエクスキャリバーの真の役割、そして俺とクローが見たあの光景の真実をつかむためにも。うん、いろいろなものが重なったね。うん、まあ間近で見たからといって何かつかめるとは限らないかもだけど。確かにな。だけど間近で見ないとわからないものもある。ですがリンさんの勘の目が告げているのなら向かうべきかと。バベル事件もリンさんが元凶に立ち会うことで事実が明らかになりましたし。そうだね、今回は多分あの時以上の状況かもしれない。励ましてくれるんでしょう、トースさん。世界の命運、ううん、分岐点をみんなで見届けるっていう意味では。よし、今回はサムネここだ。まあ何も得られなかったとしてもそれはそれでいいんじゃねえか。全世界注目のスペクタクルショー、中継じゃ味わえない迫力だろうし。そうだな、
そこまで時間はないが、そのうちにロンライの町を回っておこう。山道方面は当局が封鎖しているが、何らかの突破口が見つかるかもしれない。ちょっとツテを使ったから OSPG 方面に当たっていいかもね。あとギルドにも話を通してあるから、情報収集がてら顔を出したいかな。そういえばトワさん、話を聞けそうな VIP 方面というのは？おお、タヌキ。あはは、それなんだけど、今ちょうどいくつかのルートを使ってお目にかかれないかどうか探ってるの。その共和国だと前職でも CID の護衛官がつくみたいね。なるほど。だとしたらおいそれとは近づけないですね。うん、そっちの方は連絡を待つしかなさそうだね。うん、多分朝のうちに何らかの連絡が入ってくると思う。ま、せっかくだから諸見湯山もいいんじゃね。ロンジャンとかやってたら飛び込み参加するのもいいかもな。観光に来たわけではありませんが、ま、ついでに補給もしたいですね。ちなみに定常の次の領域ですが、第8領域が開いたばかりなので、おそらくは午前中に動きはなさそうです。わかった。そういうことならこちらの方面に専念できそうだな。それじゃあもろもろレッツゴーだね。うら、お、リンたちのサムエ姿を手に入れた。ということはですよ、ひょっとしなくても、これはサムエにすることもできる。あ、なんかダボっとした感じ。おお、新鮮。ダボっとした感じ、いい。いいぞー。あ、このピンクのサムエとピンクのサングラス。良すぎだろ。ちょっと変えてみます。おお、おしゃれだなぁ。てか、なんでトワさんだけサムエにしたんだろうな。さてと。よくわからないけど。よくわからないけど、裏でね。いいぜ。はい。クエストをこなして参ります。いいよ。ああ。おうよ。俺、トワさんに。行くよーとか言ってしてほしいなー。まだ DLC 待ってます。DLC 待ってます。DLC 待ってまーす。ではではでは、次回をお楽しみに。